配給は古立春市による高校バレーボールを題材にした日本の漫画作品。少年ジャンプネクスト2011ウィンター、週刊少年ジャンプ2011年20.21合併号にそれぞれ読み切り版が掲載された後、週刊少年ジャンプにて2012年12号から2020年33.34合併号まで連載された。中学、 高校時代にバレーボール部のミドルブロッカーだった古立は連載前からバレーボールを題材にした作品を描くという目標を持っていた。しかし、バレーボール漫画は実力がついてから連載するべきだという編集のアドバイスに従い、別のジャンルである四ツ谷先輩で連載を始める。奇弁学派四ツ谷先輩の会談 の連載終了後、バレーボール漫画の連載獲得を目指し、少年ジャンプネクスト2011ウィンターに、増刊読み切り版を掲載する。週刊少年ジャンプ2011年1 0 2 1合併号には、本誌読み切り版が掲載される。その後、連載版の作成に取りかかるが、最初に作成された1話のプロットはかなり密度が濃く。 実際の連載版の第1話第7話に相当する部分が詰め込まれていた。そこで1話ずつ整理し、現在の形に落ち着いたという。最初の読み切り掲載から約1年にも及ぶ遂行を経て、週刊少年ジャンプ2012年12号より本作品の連載をスタートした。タイトルの由来はバレーボールを意味する熟語、配給からである。 連載開始時のキャッチコピーは劇的青春とされている。本作品の主な舞台は宮城県となっており仙台駅や仙台市体育館など宮城の地名、建物が登場する。また、作中にヤギさん、ベニーランドのコマーシャルのフレーズを歌う場面が描かれている。なおカラス屋高校とその周辺は作者の地元、岩手県の風景をモデルにして描かれている。 高校などは、基本的に架空の名称が使われているが、実在校をモデルにした高校も登場する。作中にて開催される、各大会については、全日本中学校バレーボール選手権大会、全国高等学校バレーボール選抜優勝大会、全日本バレーボール高等学校選手権大会、全国高等学校総合体育大会など、実在の大会が描かれている。 古立は、超すごいセッターが、スパイカーに完璧に、トスを合わせる話として、配球、をスタートさせた。スポーツ描写には、誇張があるものの、基本的に現実の試合で使われているプレーを元に、描いている。主人公コンビの速攻だけは古立が考えた技で、実際にはありえない、非現実的な描写がなされている。 ルールやプレイの説明はバレエに興味がない人にも読みやすいように物語に組み込むようにしている。ローテーションはカタルシスや緊張感を持たせるために利用されているほか、プレイに関する重要な言葉は、そのプレイが印象に残るような言葉が選ばれている。連載当初から小説家、ボミック家など様々メディアミックスが行われている。テレビアニメは、 第4期まで制作されており、アニメ版からは、OVA コンシューマーゲームトレーディングカードゲームなどが、派生した。2015年には、配給。いただきプロジェクト2015として、アニメ第1期総集編の劇場上映や舞台化、などが行われている。アニメ第1期における、海外進出は、アジアでは2014年に、韓国、2015年は、台湾、香港、タイ、 フィリピンで放映され、2016年マレーシアにも進出し、同年のドイツでは人気が高い日本アニメの一つに数えられている。2016年から2017年にかけてヨーロッパにも進出し、スペイン語とイタリア語の吹き替え版も存在している。また、819の語呂合わせから2015年10月のアニメ第2期の放送と、 1> 第1期総集編上映記念に配給。セカンドシーズン制作委員会の名義で8月19日を配給。の日として日本記念日協会に申請し、正式に記念日として登録されている。その後も様々なバレーボール大会とのコラボレーションが続けられている。読み切り版が掲載された少年ジャンプネクスト2011ウィンターには、 ニセ恋なども掲載されており、プレミアものになっているという。連載を開始した2012年以降、本作の影響で、中学、高校におけるバレーボール部の部員が男子を中心に、増加傾向にあるとされている。2012年11月には、黒子のバスケ、暗殺教室などと並び、ニューパワージェネレーションキャンペーンの対象に選ばれた。2018年時点では、 ワンピース、ハンター・ハンターに続き、僕のヒーローアカデミアと並ぶ、週刊少年ジャンプの人気作であるとされた。希望ナンバー、819を取得した JR バス、東北2個営業所の車両、古立の出身地、岩手県カルマイ町と似た風景が作中で、数多く登場しており、聖地巡礼に訪れるファンが多い。また、地元商工会の青年部も、 独自に調査した場所を紹介していた。JR バス東北2個支店は、2016年から、岩手県立カルマイ高等学校、蛍光祭開催日は、カルマイ線の臨時便を運行しており、高速車で運用される便は、カルマイ特急。819号の愛称が付けられているほか、2017年に2個支店に、 配属されたイスズエルガミオノンステップバス1台のナンバーは希望ナンバーにより819の番号を取得している。吉原大輔はワールドトリガーを制作するにあたり本作の影響を受けたことを明かしている。他市出身の出水ポスカは約束のネバーランドを連載中絵柄をジャンプナイズさせるために本作を参考にしたという。 2014年10月に発売された単行本13巻と小説版4巻は、それぞれオリコンの週刊ランキングのコミック部門とブック部門で主を獲得し、ランキング主要2部門を制した。2015年5月には、単行本16巻と小説版5巻で、再びオリコンのコミック部門とブック部門で主を獲得、両部門同時主位獲得数における単独トップに、 踊り出た。アニメが放送された2014年には、漫画単行本市場を新調させた3作品の一つとして挙げられた。シリーズの累計発行部数は、本編最終45巻発売時点で5000万部を突破している。ある日、偶然春高バレーのテレビ中継を見かけた小柄な少年、ヒューガ消費は、小さな巨人と呼ばれ躍動する地元。 宮城県立カラス屋高校のエースに心を奪われバレーボールを始める。低身長という身体的不利を補ってあり余るほどの類いまれなる運動神経とバネ、バレーの情熱を持ち合わせていた日向であったが入学した中学校のバレー部に指導者どころか自分以外の部員がいないなど環境に恵まれず上達の気を逸していた。中学三年の夏。 やっとのことでメンバーを集めて出場した最初で最後の公式戦で、日向率いる勇気が、岡中は、コート上の王様と呼ばれる天才セッター、影山比有用する強豪を北川第一中に惨敗してしまう。影山に中学校での3年間を否定された日向は、影山へのリベンジを果たすべく憧れのカラスや、高校配給部に入部。 晴れて迎えた部活動初日、体育館に入った日向の目の前には、影山の姿があった。はじめは反発し合っていた二人だが、それぞれの持ち味を生かした、トスを見ないクイック攻撃、通称、変人速攻を編み出し、一人では見ることのできない、頂の景色を見るため、個性豊かな、カラス屋高校の仲間たちと共に、全国大会を目指すこととなった。 男子バレー部員男子バレー部関係者女子バレー部員男子バレー部 OB その他関係者青葉城西高校常葉高校立て工業高校戦南高校角川学園高校城善寺高校は九谷南高校白鳥沢学園高校白水館高校新山女子高校恩護間高校袋谷学園高校小美学園高校位立山学院高校森前高校及川高校 つばき原学園高校稲荷崎高校ソウル課は、工業高校無事な坂高校かもめ大高校ゆきが、岡中学校、高専学園中学校白鳥沢学園中等部、市つなぎの教え子日本代表関係者中島や大食いで、子供の名前は、全員一文字。作者である古立の別作品、奇弁学派、四谷先輩の会談にも登場する。 メスビー・ブラック・ジャッカル・シュバイデン・アドラーズ・宮城県、宮城県の女子校東京都田県ディビジョン1すべて、集英社発行集英社のボイスコミック、ボミックとして、2012年11月に、ジャンプ専門情報番組、先読みジャンバンにて放送され、同年12月からボミック公式サイトで配信された。2013年10月4日にテレビアニメ化が発表された。 2014年4月6日から9月21日まで毎日放送をはじめとした TBS 系列の日曜夕方5時枠にて放送された。日5枠でアニメ化されるのは週刊少年ジャンプ作品では初めてである。原作第1巻から第8巻までの内容が映像化された。2014年11月9日から16日まで6都市で開催された。 ジャンプスペシャルアニメフェスタ2014にて、スペシャルアニメ、配給、DF 健山、が上映され、2015年3月4日発売のコミック第15巻限定版に特典 DVD として同梱された。2015年1月に第1期の総集編を劇場上映することが発表され、第1話から第13話をベースにした、前編、配給、終わりと、 始まり同年7月3日に第14話から第25話をベースにした後編、配給。勝者と敗者が同年9月18日に公開された。2015年10月より2016年3月まで第2期、配給。セカンドシーズンが放送された。第1期からはネット形態が大幅に変更され、一部ネット局を除いてニアアニメとして、 毎日放送、東京 MX、CBC テレビ BS11 他での放送となった。原作第9巻から第17巻までの内容が映像化された。2015年11月3日から開催された、ジャンプスペシャルアニメフェスタ2015にて、スペシャルアニメ、配給、セカンドシーズン VS 赤点が上映され、2016年5月2日発売の、 コミック第21巻限定版にも特典 DVD として同梱された。2016年10月より12月まで第3期配給。カラス屋高校 VS 白鳥沢学園高校が毎日放送 TBS アニメイズム B1 枠他にて放送された。これに伴い関東地区では再度放送局が変更となり TBS がネット局に復帰した。 BS 放送も BS11 から BSTBS に変更して放送。原作第17巻から第23巻の内容が映像化された。放送終了後にテレビ未放送エピソードとして配給。カラスや高校 VS 白鳥、沢学園高校特集。春高バレーにかけた青春が制作され、2017年8月4日。 発売のコミック第27巻限定版の DVD として同梱された。2017年3月25日26日に開催されたアニメジャパン2017東方アニメーションブースにて第2期、第3期の総集編の制作が発表され第2期をベースにした配給。才能とセンスが同年9月15日に第3期をベースにした配給。 コンセプトの戦いが同年9月29日に公開された。第4期、配給 to トゥーザトップは2018年12月22日23日に開催されたジャンプフェスタ2019東方アニメーションブースにて制作が告知され2019年9月22日に開催された。配給新シリーズキックオフイベント全国大会への道にて タイトルが発表された。毎日放送をはじめとする TBS 系列、スーパーアニメイズムは国て、2020年1月11日から4月4日まで、第1クールが放送された。なお、全国ネットでの放送は、第1期以来となる。第2クールは、同年7月より第1クールと同じ時間枠にて、放送予定だったが、新型コロナウイルスの影響で、放送延期となり、 同年10月3日から12月19日までアニメイズム枠にて放送された。第4期と並行して OVA、配給。リクヴィエスクが2020年1月22日にリリースされた。キャラクターデザインは魔法少女まどかマギカやデュラ,ラララ。で、キャラクターデザインを担当した岸田隆弘シリーズ構成は ウサギドロップや銀のサジシルバースプーンでシリーズ構成、脚本を担当した岸本拓、アニメーション制作は黒子のバスケやサイコパスを担当したプロダクション IG が担当する。オープニングテーマエンディングテーマ第1期、第2期、第3期、第4期各巻の BD と DVD に音声特典として付属する劇ともが収録されている。配給。カラスや高校放送部。 は、2014年4月6日より、テレビアニメ公式 HP にて配信中の、ウェブラジオ番組。パーソナリティは、村瀬歩美、石川海人。第13回まで、各週日曜日更新、第14回から第21回まで、毎月第2日曜日更新、第22回から毎月第2、第4日曜日更新となっている。本配信前週の3月31日に、 第0回が、プレ配信された。なお、第19回、第25回、第38回はニコニコ生放送での生配信、第26回は、熊本県荒尾市にあるグリーンランドでの公開録音2015年の初演以降、適度な間隔を空けて、定期的にシリーズが制作、公演が行われている。演出は、ウォーリー・木下脚本は、 中屋式法ひとしが担当。赤背景は映像出演、青背景は代役。以下の出展は、集営者の本内のページ。書誌情報の発売日の出展としている。配給。バボカ。に関するカテゴリー。配給。セカンドシーズンに関するカテゴリー。配給。カラスや高校 VS 白鳥、沢学園高校に関するカテゴリー。配給。 To the top に関するカテゴリー。配給。リク v スクに関するカテゴリー。ありがとうございます。